平良ラ層駅は岩手県東の市上里町平良層にある東日本旅客鉄道釜石線の駅である。当駅を含む区間は1914年4月18日に岩手京弁鉄道が当の千人峠間で開通させた。当初は当駅は開設されなかったが、翌1915年11月23日に開業した。 その頃は 762mm 特殊橋気の京弁鉄道であった。また、岩手京弁鉄道の中間区間での工事が難航して東側で部分開業をしたため、東線として孤立した区間で運行していたが、花巻千人峠の全線が完成したのは、当駅の開業と同じ1915年11月23日のことであった。 1936年8月1日に国有化され、国鉄の駅となった。その後は、国鉄標準の 1067mm 機関への改め機工事が進められた。しかし、第二次世界大戦の戦局悪化に伴い、労働力や資材が不足し改め機工事は一旦、中止となった。1948年9月に、 アイオン台風によって山田線が大きな被害を受けると、三陸海岸方面への鉄道連絡を早期に回復させるために釜石線の工事が再開されることになり、12月に再着工した。1950年10月10日に千人峠を越える区間が完成して釜石線が全通するとともに、塔の足が狭の改め木工事が完成し、 全区間を1067ミ、mm、リメートル間の列車が運転されるようになった。単式ホーム1面一線を有する地上駅。北上駅管理の無人駅である。ありがとうございます。